つぐざんでございます。津軽というところは見ぬ見ない人はみんなこの感動をかけてきたもんです。うだうだって三味線弾いてみ、天国で苦しあれてるから、天国のものを覚えてる。自分のクズは自分で養うんだね。それが言ってることだね。即死に直結するっていうことを散々経験してらっしゃる。でないとね、やっぱりああいう風な音色なり、そのものの考え方っていうのは出てこないと思いますね。ひとつさえ君づくりしダメになった竹山を聞いてくれと。愛の私はね、自分で自分の罪を恨んでる三味線弾いてるんですよ。まあいいかべ。